ランドマークアトリウムランドマークアトリウムザランドマークは、香港、中間の筆打街にある、商業施設である。日系カナダ人建築家の木下はじめによる設計で、皇后大道中や徳助道中にも面し、中間の心臓部に位置する。現在ザランドマークが建っている場所は、もともと、グロスタービル、レーンクローフォードビル、ウィンザーハウス、マリーノハウス、エディンバラビルなど、 複数の建物が建っていた。グロスタービルには1867年建造で6階建ての香港ホテルを前身としており、高級レストラン、グロスターが入っていた。1974年、香港ランドが中間の3期に及ぶ再開発計画を発表した。ザ・ランドマークは第2期と第3期に建設された。1980年12月15日、 夕方6時より総務長官の立らが開業式典を取り行った。アトリウムにある三層の列中、茶座、半円形のテラス、全天候型の屋根、円形の噴水がランドマークとなり、海外からの観光客を魅了している。エディンバラタワーザランドマークには3つのオフィスビル、ショッピングモール、ホテルが入っている。建物は中間の不動産を多数有する香港ランドが建設し、 1980年代に完成した3つのオフィスビルのうち北側のグロスタータワー、南側のエディンバラタワーの外観は同じである。南東側にはもともと5階建てのランドマークアトリウム東翼を建て直したヨークハウスがある。ランドマークアトリウムは5階建ての商業施設で香港でも有数のブランドショップが集まっている。ロエベ・マーク・ジェイコブス サンローランパリは香港発の店舗をここで開業させている。現在はルイビトン、ディオール、グッチ、フェンディ、ティファニー、ハーベー・ニコルズ、デビアスなどが店舗を構えている。モールのロビーではファッションショーなど様々なプロモーション活動を行うことができるほか、カフェランドマークは著名人がアフタヌーンティーを楽しむ場所として知られる。モールからはアレクサンドラハウス、 プリンセスビル、皇后大道中9号へと接続する歩道橋があり、地下ではさらにセントラルビルや港鉄中間駅とも結ばれる。1994年、香港ランドは香港証券取引所から撤退した後の戦略としてザランドマークをリニューアルし、その地位を高めることを発表した。工事は1995年9月に始まり、外壁、天井、床、 手すりがすべて取り替えられた。また、レストラン階の歩道橋が除かれ、エスカレーターが設置された。その他、出入り口の改修なども実施され、香港返還前に工事を終えた。2003年には、土地を最大限活用するため、溶石率を使い切るべく、ショッピングモールの改修、増築など、新たに大規模なリニューアルを実施した。2005年9月には、 5つ星ホテルのザ・ランドマーク、マンダリン・オリエンタル・ホテルがオープンした。ザ・ランドマークの東翼は取り壊され、ヨークハウスが2007年に完成した。2005年12月8日、ランドマーク内のルイ・ヴィトンがリニューアルオープンした。外観が半透明となっており、2階から3階の筆田街に面する場所に移転した。世界最大級の4店舗のうちの一つとなっている。 2012年、ランドマークアトリウムの地下1階をメンズフロアとした。同年には、中間にあった4つの小売り施設をすべてランドマークに統一した。2015年からは、ザ・ランドマークの商業施設部分をランドマークアトリウム、プリンセスビルの商業施設をランドマークプリンセス、アレクサンドラハウスの商業施設をランドマークアレクサンドラ、 チャターハウスの商業施設をランドマークチャターに改名した。2009年8月、警備員が外国人女性のハンドバッグを盗んだ容疑で男性を確保し、警察に通報、捜査を行っていたところ、突然3階の手すりを乗り越え、アトリウムの1階まで飛び降りた。男性は意識不明の重体となり、病院に搬送されたが死亡が確認された。ありがとうございます。